リサです。今日は久しぶりにメイク動画を撮っていこうと思います。で、前から気になっていた韓国のブランドなんだけど、ベージュ中、こちらをメインで使ってメイクしていこうと思います。たまには前髪、ちょっと、つけてみようかなと思ったんだけど、結構色違うっていうね。前髪ある人ってめちゃくちゃ大変ですねっていう、そういうこと。では、ビデオスタート!ベースはこちら、ウォーターベースを使っていこうと思います。すごい、水っぽいです。伸びもすごくいい感じです。本当に水っぽい感じですね。この下地は肌の内側から本当に潤ってるよっていう感じで見せてくれる下地みたいですね。香りはなんかイニスフリーとかもそうなんだけど、韓国コスメの。そんな感じで、なんかハーブっぽい感じの香りで、日本で売ってるもので言うとスリーっぽい感じの、そんなタイプの匂いですね。もうなんか手も本当に、なんか水っぽい感じ、さらっと塗れる感じですね。お風呂上がりみたいなツヤっとした肌をイメージして作られたベースらしいですね。すごくつけた感じは軽い感じのベースです。この乾燥するシーズンにすごくいいかなっていう感じですね。はい、じゃあ次はコンシーラーなんですけど、ちょっとベージュ中のものは買ってなかったので、こちらザ・セブンアイディエルコンシーラーっていうリキッド側を使っていこうと思います。これもかなり歴の長い商品だよね。初めて出会ってからもう結構年単位経つものになるかと思いますが、やっぱりこのコンシーラーがすごく好きなのは相変わらずで、ベースコースにも選んじゃうっていう、そんな感じですね。次に使うファンデーションが普段あんまり使わないんだけど、今回ベージュ中のクッションファンデを使ってみようと思ってるんで、しっかりねフィックスするタイプのコンシーラーを使いたかったっていうのもあります。これを選んだのは、だからコンシーラーはこれでいいかなって思っちゃった。本当は買えばよかったんだけど、しっかりカバーしてくれますね。安定感がある感じです。はい、コンシーラーまで OK です。そしたら次、本当に久々に使うんだけど、今回クッションファンデーションを使っていきます。それがこちらベージュ中のニューボーンクッション21番のイエローを使っていきます。中はこんな感じですね。鏡がついてて、こういう風な感じでここに1個ついてるっていう感じのスタイルです。で、クッションファンデのちょっと嫌いなとこは、なんかこうやってつけるともう分かると思うんだけど、ここにつくところ、よくね爪についちゃう、爪とか指先についちゃうんだよね。それがあんまり好きじゃないところではあるんだけど、これを使って出かけてみたんだけど、メイク持ちはそこまで良くないかな。やっぱりクッションファンデってやっぱり共通して、一回こう家で朝お化粧していって、まあ直さないと結構浮いてきちゃうよね。結構お水に弱いっていうか、汗に弱いっていうか、やっぱりなんかそういう感じなんで、いつも浮いてないかどうかが気になっちゃって、あんまりこう頻繁にメイク直しするタイプじゃない私からしたら、やっぱり安心して使えるのはほんとリキッドとかパウダーも結構最近はアルビオの気に入ってて好きなんで、やっぱそこら辺になってきちゃって、やっぱクッションが第一って選択肢にはなかなかならないかなっていうのがありますね。ツヤっぽいというよりかはセミマット、カバー力もかなりある感じかなと思います。一番最初にクッションが出た頃ってかなりほんとツヤでテカって感じだったけど、これはそういうテカっていう感じのものではないです。アイブロウはこちらで、ハードフィニッシュウッドペンシルアイブロウというものですね。で、これはもともと販売されてる時に全く削られてない状態で、なんかね、本当はもっとうまく削れる予定だったの、カッターでやったんだけど全然上手にできなくて、なんか普通の鉛筆みたいな削り方になっちゃいました。昔からね、こういう図工の削るやつとかすごい苦手だった。で、書き心地的には本当にハードって書いてある感じで硬いです。本当に色鉛筆みたいな感じの感覚、そこまで一気にだからドバってつく感じのではない。なんか長さはなんか長すぎずこんぐらいで、ここもしっかり書いてた感じだったな。眉毛描いてる時って真剣になっちゃうよね。今目がカニ食べてる時と一緒だったわ、完全に。眉毛が一番本当にね、私がメイクで苦手なパーツでも、結構こんだけ描いてる感じなんで、本当に色味を薄くつく感じです。
眉毛をこうふわっと少し見せたいっていう感じだけどペンシルが好きっていう人だったら芯が少し固めのものを選んだらいいのかもしれないねっていう感じ。ちょっとこれはいつものやつだけどファッションブローカラーリングマスカラで、最近ね眉毛脱色してないのでちょっと染めていきます。本当はね脱色するのが綺麗にできていいんだけど、またなんか眉毛生えてこなくなっちゃったら嫌なんで最近は自粛してます。ちょっと短めで本当に平行でなんかこう台形じゃないんだけどそういう感じが本当に、ね、多かったんだよね。今韓国でそういう眉毛が流行ってるのか米中中がこういうメイクをしてるのかちょっとわかんないんですけど、そんな感じでした。よくあるよね韓国でこういうシングルのアイシャドウ、このやつもすごく発色が良くて好きですね。227番のマットのやつとかもすごい発色がいいし、私が持ってる中で一番ギラギラしてる214番とかもすごくキラキラしてて可愛いです。215番もっとブロンズっぽいカラーだし、202番のこのカラーとかもすごいね発色がいいのとキラキラしてますよね。すごいこうなんだろうな、パサパサしてて粉落ちするっていうタイプでもなくて本当に好きです。一番好きなのは207番のこんな感じですね、可愛い色。まあでもどれも結構みんな好きですね。そしたらアイシャドウを実際にのせていこうと思います。こんな感じですね、好きなカラーですね、こういうカラー好きです。264番サムレイゴールドというもので、先端がこんな感じになってます。で使うときはねこうやって実際にこうやってのせてぼかしたりっていう感じで使うらしいですね。215番を次のせていきます。目尻の側にのせていきます。ちょっとぼかしていきます。そしたらさっきのこちらをすごいキラキラ伝わるかな、真ん中にのせてちょっとぼかします。指でライナーはラブライナーを使っていきます。なんか全部リニューアルして私の好きだったノーブルブラウンっていうカラーはなくなったっぽいね。ホームページ見たけどノーブルブラウンっていう記載なかったんだよね。私はこのねラブライナーのインクの出具合とブラシの感じが一番ね描きやすいかも知れない。やっぱりなんか戻ってきちゃった。まつげをファッサリ上げたいんでまつげの間をしっかり埋めないとなんかすごい目立つので埋めてっちゃいます。そしたら下まぶたなんだけど、結構下まぶたもね広くシャドウを入れてたんでそんな感じで私も入れていこうと思います。最初のオレンジっぽいお気に入りのカラーを全体的に入れていきます。そしたら2番目に使ったあのまた濃いめのカラーをのせます。下まぶた目尻から3分の1ぐらいまでだけにします。これをちょっとだけ真ん中につけます。マスカラ絶対これなの、メイベリンのラッシュにしたオリシャスブラック。今日の見て、いつもと何が違うかわかる？ずれてない。そう、新品を開けます。今開けます。うわ、なんかスムーズに出るもん。やっぱ気づかないうちにめちゃくちゃ固まってきてるよね。やっぱりオペラのやつもね細くてすごい塗りやすかったんだけど、やっぱり結局私は何が好きかっていうとこのメイベリンのマスカラがやっぱ一番好きかもしれない。最近の中ではやっぱりいいですね。重ね塗りしてもダマになりにくい感じですね。だから下まつげもいこう。全然これでも下まつげ塗れます。最近は分けてね細いので塗ったりもしてたけど全然これでも塗れます。で最近なんかね完全に乾かしてからビューラーするっていうやり方が好きなんでビューラー最後にします。チークはあんまり色がつかないタイプを選びました。なので303番ホールドオンピンクというものです。よく見ると細かなラメが入っていますね。頬骨ら辺に軽くのせていきます。シェーディングこちら使いますね。ハイライトはお気に入りの
ベッカをまた使っちゃいます。結構目周りを色のせたんで、ここら辺のところしっかりのせてちょっと明るくしていきたいです。ノーズシャドウはやっぱりこれなんだよね。これの薄いところ、色味はこんな感じですね。114番、なんとかみ、なんとかブリック、ちょっと強度番号がかぶって見えない。いってきます。ちょっと綺麗にしていきます。最後にこちらエクセルのリップをちょっと重ねてツヤっとさせて終わりたいと思います。はい、というわけでエンディングはこの落ち着くやつで撮っていこうと思います。というわけで今回は韓国コスメベージュ中でメイクしていきました。でも前髪はやっぱりこれが落ち着くくない？みんなどう思う？私はすごくこれがやっぱり一番落ち着くんだけど、どうかなね、やっぱりこれでいこう。ベージュチューをねメイクの動画として使ったのは初めてだったんですけど、やっぱり良かったのはアイシャドウがすごいいいなっていうのはありますね。今ねアイシャドウこのシリーズ5つほど持ってるんですけど、どれもすごい好きで発色もいいし、ベースものは結構ハイブランドのもの結構合うなっていうのすっごい多いんですけど、結構カラーものだったりアイシャドウとかってプチプラなもの結構私大好きで、目周りのコスメってまあもちろん高いのも使うんだけど、こういう韓国コスメとかも大好きです。インスタ見てねすごい気になってたこのベージュチューのこのタイプも試すことができて、これもねなんか全然カスカスしてなくてしっかり乗ってくれるし、下まぶたにも使いやすいし上でも使えるっていう、このサイズ感もすごくちょうどいいなっていう感じがしました。でクッションもあの昔のこうほんとテカっていうタイプは本当に嫌いで、なんかちょっと髪が触れるだけで髪についちゃうような感じがすごい嫌いだったんだけど、マット寄りの仕上がりな感じもすごく良かったです。リップとかもすごい私のね好きなカラーがめちゃくちゃ多くて使いやすいし、ベージュチュー結構いいなって思いました。というわけで今回は韓国コスメのベージュチューを主に使ってメイクしていく動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。